皆さんこんにちは。おうちで航空教室第4弾、本日は皆さんから多数ご要望がありました ANA の訓練の中心施設、通称 ABB をご紹介いたします。早速ですがここで問題です。 ABB とは一体何の略でしょうか？1番 ANA ブルーベース、2番ANA ベイブルース、3番 ANA バナナボート。正解はこちら、 ANA ブルーベースです。 ANA ブルーベースは2019年4月に新しくオープンしました。今年の6月から皆様に見学いただけるよう一般公開がされる予定でしたが、コロナの影響により現在延期となっております。今日はこの動画をご覧の皆様にその一部をご紹介します。長い廊下です。250メートルあります。廊下には滑走路が描かれていて、左右には黄色の誘導線が伸びており、各訓練施設とつながっています。それではいくつか施設をご紹介いたしましょう。ここで問題です。こちらの施設は何のためにあるでしょう？1、水泳の強化合宿のため、2、訓練を行うため、3、ウミガメを育てている。正解は2番です。楽しく泳ぐためと言いたいところですが、こちらも訓練に使用します。万が一飛行機が不時着水した場合であっても、お客様を安全に脱出誘導するために訓練を行っております。大きな滑り台のようですが、これも遊具ではありません。ここでは緊急脱出訓練を行います。これはボーイング787と同じ大きさ、同じ高さに作られています。こうして見るととても高いですね。私たち乗務員は万が一のことがあった際にも、お客様を安全に地上へ誘導するために日々このような訓練を行っています。ここには本物の飛行機のエンジンや車輪が置いてあります。整備士の卵たちはここで汗を流しながら実践訓練を行っています。それではパイロットの訓練を覗いてみましょう。システムリフトアンドライト、リフトリリキリマンドポンプセレクト。シミュレーター訓練前の伊藤さん、座っているのはコックピットの写真の前。紙のコックピットとシミュレーターをかけて通称紙レーターと呼んでいます。パイロットは実際の訓練やフライトの前にその日の訓練科目などを予習して体で覚えるために、自宅で訓練所でイメージトレーニングを行います。訓練だけでなく、お客様をお乗せしてフライトを行う前にも、例えば今日は夏休みでお子様連れも多そうだから、向かい風が強くても雲の少ない揺れのない高度を飛ぼうとか、あらかじめいろんなことを想像してからフライトに臨みます。イメージフライトはパイロットにとって最も大事な予習の一つです。ハイドロクオリティロセンター、はい、これは FTD フライトトレーニングデバイスといって、飛行機のさまざまなシステム故障への対応や操作手順を訓練するための設備です。液晶タッチパネルになっていて、本物と同じようにスイッチ類の操作ができ、本物と同じように作動します。今安藤さん、伊藤さんのお二人はシミュレーター訓練を前にして
油圧系統の不具合の勉強中です。次はいよいよシミュレーターをご紹介します。これはボーイング787のフルフライトシミュレーターです。本物と同じように動きます。それでは乗ってみましょう。オリコン73ウィンド34005ランウェイ34ライトクリアポーテイクオフランウェイ34ライトクリアポーテイクオフオリコン73最後にぜひ紹介したいものがあります。通称ブルーボックスと言いますが、こちらは何でしょう。 1. ANA 創設時の人力飛行機。 2. 昔羽田空港の展望デッキに置いてあったお子様用遊具。 3. これでも立派な訓練装置。正解は3番です。こちらはリンクトレーナーといって、先ほどご紹介したシミュレーターのご先祖様にあたります。アメリカで初号機が作られたのはなんと1930年代です。蓋の中を開けると計器や操縦桿があり、私たちパイロットの大先輩方はこの中に入り、夜間や雲の中でも正確に飛べるような訓練を行っていました。その後、技術は進歩しましたが、安全運航への私たちの思いは昔も今も変わりありません。 ABB には先人たちの失敗や努力を学ぶ施設もあります。私たちもここで学び、後輩へと引き継いできます。いかがでしたか。おうちで航空教室4回にわたりお届けしましたが、今回で一区切りです。たくさんの方にご覧いただき本当にありがとうございました。また機会があれば登場したいと思いますが、まずは今できることに一生懸命取り組み、皆様を安全で快適な空の旅へとご案内いたします。それではまた空港でお会いしましょう。さようなら。What?